はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。定期テスト対策のね、18試略の、まず回より始めよう。先週開始の少し始めの部分になります。これ、基本ですね、前回というか、あの、以前動画で出したんですけども、その動画で出した部分よりも少し前の部分がですね、えー、実はまだありまして、えー、僕の持ってる許可書には載ってなかったんですけども、えー、そこまでテスト範囲ですよという話だったんで、えー、そこの部分ですね、解説も作って、 いいこうと思いますなので、今回の動画にそのまま続編としてね、以前出した動画というのが繋がっていくというふうにえ理解していただければいいかなと思います。 では行きましょう。戦国時代、縁という国では王の会が無能で、有税家の還元に乗せられ、進化に王位を譲って隠居するなど乱脈な数政治が行われ、混乱の極みにあったと。その隙に乗じた性の攻撃により、会は殺されてしまったというまさに乱世みたいな感じになってますよね。実際に文章を見ていきたいと思います。縁人。 はですね、縁の国の人たちですね、建ててですね、何をかっていうと、大使兵をというふうになります。で、なすですね、君となすというふうになりますね。縁人と大使兵を建てて、君となすですね。縁の国の人々は大使兵を擁立して君主としたと。そして、これをなすですね、昭王となすというふうになっています。つまり、昭王という王様だというふうにしたってことですね。で、戸ぶらい潮ですね。 で、問い、生を、という風になってますが、まうこれどういう意味やねんっていう感じですが、書き下しですね。これを生となす、死をとぶらい、生をといですね。これを小王というと、戦死者を弔い、生存者を見舞いという風になりますね。このだから、死を弔い、生をといっていうのは一体どういうことかという風に問題でね、えー、聞かれた場合というのは、戦死者を弔い、生存者を見舞うという風に答えてあげてください。で、低くして、何を、 ををでですすね、ね、厚くして兵をです、ね、この辺りもどういう意味かっていうね解釈的な問題が出てくる可能性が高いのでチェックしておきましょう。持って招く。何をかっていうと賢者をですね。字を低くし、兵を厚くして持って賢者を招く。 言葉遣いを丁寧にし、もういわゆるお礼物ですね。えー、来仏を多くし、優れた人物を呼び寄せた。いわゆる自分の国を強くしようとしているってことですね。そして問う。各界に問う。ですね。各界に解いて曰く。各界に聞いてみたと。生。これはですね、この国の乱るるによりてというふうになりますね。 生はですね、私の国が乱れているのに乗じてというふうになります。この、このね、緑で色を変えてますけど、子っていう字はですね、君主が使う辞書ですね、私のというふうに使うので、押さえておきましょう。乗じて、遅いて破るということになりますね。なんで、大きな文の塊としては、生という国が主語になってて、遅いて破る。これが動詞になっていると。 で、一体何を破ったのかというと、縁という国を破ったということですね。遅いて縁を破る。襲ってきて縁を破ったと。そしてこ、 はですね極めて知る何を知ってるのかっていうと返り点の位置のところまでが目的語なんですがその1レ点が例点ついちゃってますよねでさらにその下に2点がついてるということはもうここの文章全部目的語やんけということになりますね私はホニャララを知っている一体何を知ってるのかなっていうと極めて知るその後です円の小にして円という国がちっちゃくて 不足足というふうふに読めますよねず足らずら、ね、何が足らへんのかっていうと、頬ずるに足らずというふうになります。ちょっと書き下してみましょうか。こ、極めて、円の小にして、もって頬ずるに足らざるを知るというふうになります。 意味としては、私は縁という国が小国で、報復する力が不足していることをちゃんと理解していると。誠に得てですね。本当に得て、剣士、賢い人たちの力を得るということですね。共に、と国を共にしというふうになりますね。 まことに剣士を得て、共に国を共にし、ですね。ぜひ、優れた人物を得て、一緒に国政を行い、持って進ぐ、ですね。戦王の恥。まあ、仇を討ちたいということですよね。持って戦王の恥を進すすぐは。そして、先代の王の恥を進すすぐことが、この願いなり、ですね。私の願いであると。 先生ですね。示せと言ってます。まあ私に道を示してくれという感じですよね。かなるものを示せというふうになってます。先生、かなるものを示せ。先生、適当な人物を教えてください。どんな人物が素晴らしい人物なんですかということですね。円と、見、つかふる、これにというふうになります。見、これにつかふるを円。 というふうに書き下しますが、私はその方に指示したいというふうになりますね。つかふるっていう字はですね、この師匠の師とくっつけて、指示するというふうな熟語で使ったりすることもありますよね。なので、つかふるという読み方とか、この最後のフレーズのね、この2行とかもしっかりね、書き下しできるようになっておいていただければなと思います。はい。という、これらを踏まえて、この後、まず会より始めようというお話 話につながっていくので、えー、次の動画としてですねこの先住開始の続きの部分見ていただければと思いますそれでは皆さんテスト勉強頑張って子分はエンタメだぜバイバイ